レーだからこれ。あーうまい。わーうまい。うまいね。あー言えない。あー。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗ね。疲れの限界ですよ私たち。ハウステンボスに行きます。今ね朝ごはんを買って食べながら向かいます。パパさん運転よろしくお願いします。はい、任せてみー。そろそろ着くぜ。皆さんこんにちは。こんにちは、セイです。ギンです。パパです。ママです。今日はハウステンボスに来ました。はい、夏といえばハウステンボス、今年もやってまいりました。イエーイ楽しみ、マジで。ありがとうございます、いってらっしゃい。ありがとうございます。あ、なんかハウステンボスって感じだねこれね。素敵よ、日焼けしたお肌にお似合いよ。肉も買う。あ、いいね、リゾートに来た感じがする。ママ、恒例のタオルを買う。すぐ使うっていう。あっち側通ったらね、もっと風車が近くて、ミッフィーバスが通ってます。プールが見えてきました。スライダー滑る。あれ、銀もやってみたら。今年も長い滑りで。え、マジ楽しい。きあんな飛んでた。なんかさ、バンバンさ、隠れるプールの方にビヤーって来るだけだった気がする。なんかすごいプールが変わってます、リニューアルで。イエー、噴水ここからなってたんだね、じゃあ、うんうん、お子ちゃま用チャプチャププールみたいのと、うんうん、流れるプールは一緒ですね、去年と。準備はいいですか。塗りましたか、日焼け止めは。塗った。今、ジンベエさんを膨らませて。膨らませて。あー、来た。いいよ。去年と変わってて、ちびっこプールみたいのがなくなってて、あっちのチャプチャプに変わってるね。あと、はい、ターザンのプールがなくなってます。浸かりたい。浸かりたいね。わー、入るぜ。あ、意外と冷たい。冷た、冷た。あ、気持ちいい温度だね、これもこれで。浮き輪みたいになってるよ、洋服が。気持ちいいっすか。気持ちいいっすね。あ、お風呂だ、お風呂。初めてじゃない、浮き輪なしで。いい、潜ってみ。ミッフィーバスが来てる、かわいい。ミッフィーパフェ食べますか。ひまわりだ、ほら、めっちゃかわいい。かわいい。あ、これ絶対おいしいでしょ。生みかんジュース。うん、おいしい。おお、おいしい、濃いね。いただきます。これがひまわり。あ、いいね。チョコだ、ひまわり。いただきます。うん、マンゴーみたい。あ、いいよこれ。うん、これビワ？言われなきゃマンゴーみたい。これマンゴーじゃない？違う。中のシャーベットがまた美味しい。念願のビアを仕入れてきました。2日ぶりの。うまそう。うわあ、うまい。食べて。いいよ。美味しそうだよ。食べてぃ。ほんとだ。何、あったかいの。ハリネズミの香り。美味しい。お酒じゃないよ。え、ジュース。うん。あ、そうなの。お酒でしょ。お酒じゃない。お酒でしょ。私を酔わせてどうする。あ、捕まえられた、捕まえられた。ピンクが、うわあ、え、鼻。逃げた、逃げた、逃げた。はーい。
ママ、このジンベエザメ飛んでいい？いいよ。噛むの？はい、じゃあお預かりしますね。あ、あ、あ、ジンベエ。ちょっとやめてよ。ジンベエ。なんで？ママのだよ。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 破れるからやめて。破れる。破れますよ。あ、破れるね。汚れるって聞こえた。破れますよ。なんか、相撲さんがいるんだけど、ずっと相撲さん、どすこいどすこいがいるんだけど、助けて助けて、助けて、誰もいないプール。おいしい？感じ。アチャピがハンバーグ。ハンバーグ欲しい？ハンバーグあんねん。で、パパがメガネ。ママはなぜかまんじゅう食べる、ね。ママはコンビニで買ってきたアスパラベーコンパスタを食べます。麺が食べたい。あげない。麺が食べたい。あげない。しょうがないな。汚いな、口の中。モザイクや、モザイク。うめぇ。どこ行った？知るか。ちゃんと味がついてんだけど。パパみたいなこと言ってる。そんなことしない。寝るよ。パパは優しい。パパは優しい。パパは優しい。冷たくて美味しいけど。めっちゃ気持ち悪い。お前パパが飲んだペットボトルをふきふきしました。いやだってベロベロしたからそれを受けたの。ベロベロした。いっぱい飲みなさい。いっぱい。冷たいね。すごいすごいすごい。上がりますか、そろそろ。そうだね、上がろう。うん、私たち。あの、朝日ボスに行きます。朝日ボス、上がりますかね、あのお魚さんは。黒いお魚さん。上がりますか、ただ。ただ、そろそろ帰りましょう。皆さん、お願いします。ずっと膝歩きしてる。ソーダ、アマオウ、ミルクだ。ビワソーダだって。あ、美味しい。美味しい。ガリガリくんな。なんかソーダだと全部ガリガリくんになっちゃう。ジュージュー吸ってる。現在2時46分。食料もいろいろ食い尽くしてきました。今日はここに私たちのお友達が来てるんですよね。はい。でももう全然来ないの。違う、ドッキリを仕掛けようとしたの。そうなの。本来は今日ここに来てるはずだから、私たちが先にプールに入ってびっくりさせようって思ってたんですね。計画だったんですが、なかなか現れません。だから仕掛けようと思いまして、一瞬インスタライブをします。一瞬インスタライブします。彼らは気づくのでしょうか。やってみましょう。美味しいですか、元気？うまい。バーソーです、バーソー。来た。見てる見てる。もう泳ぎまくってきた。ライブを見に来てましたね、お友達も。ライブの前の6分前にホテルに着いたという投稿があったから、うん、もうちょっと待っとけばね、よかったけどね。しまったな。待てなかったな、ちょっと。さて、だいぶふやけてるから。会えるのでしょうか。無事に合流できました。よいしょ。おお。邪魔する人がいっぱいおるね。来た。パパじゃない人来た。せーの。はい。来た。
鼻つまんでる、ガチで鼻つまんでる、鼻つまんでる、どうだった？カレー、友達と合流したので晩ご飯までここで食べる。唐揚げポテト美味しそう、うわ美味しそう、ホットドッグママ、わホットドッグ美味しそう、いただきます。はい、どうぞ。絶対美味しいから、クールアトのカレーなんか、カレー、うん、いいよ、プールサイドカレーだからこれ、美味しい、いい顔いい顔、大丈夫、美味しい、あ漬物みたいなやつが欲しいねえ、あ福神漬けね、あれ大好きなの、いいなこれ、うわポテトも揚げたて、美味しい、ママあげる、いいの、おいしい、あうん、はい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 、わあうまい、うまいね、うん、うん、夕日に乾杯、空がすごい、あやばいやばいやばいなんだこれ、寒すぎる。今日は特に寒いらしい。あ、そうなんだ。風があるから。9時20分だってよ、私たち朝の9時過ぎに来て12時間半日いたんだよここに、初めてライトアップが綺麗、ほらめちゃめちゃ綺麗だよ、綺麗お酒がなくなる前に急いで入っていった、ステラアイスっていうのを買いました、こっちもだよほら、カステラアイス、うん、綺麗、今日のお宿でございます、ございます、ふうふうさあ、疲れの限界ですよ、私たち、ママ、はい、ひまわりの帽子はパパのこのお誕生日特典かなんかでお部屋がアップグレードされたらしいですよ、ひまわりのリースがかかってますよ、おお広いんじゃないですか、え、マッサージチェア、マッサージチェアついてるよパパ、ベッドが1、2、3、いいじゃん、はい、寝ぼけております、いるんだって、ママたちはさ、きつくて、今日はさ、もう帰ろっか、もうね、めっちゃ暑いと思う、今日36度だよ、あと1時間もないけど、朝食を食べに行きます、なんか外、お船が来たね、今ね、景色も見られてご飯なんですね、ね、景色も綺麗ですね、今、オニオンリングをめっちゃ撮ってる、うん、いや豚しゃぶこれ、豚しゃぶじゃない、しゃぶじゃない、しゃぶしゃぶ、これご飯とコーンスープ、ちょっと洋食か和食かわからん、うん、チャピはなんかカステラと意味わかんないやつだ、オリンピックそう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 オリンピックママは洋食和食迷って、なんかちょっとわけのわからん和洋食になりました、めっちゃ面白いです、あ、いいこと考えてる、何？
このしゃぶしゃぶをこうやって出してる。朝ごはんいいね。おいしいどう？うまいかい？サーモンはいかがですか？入る。とろろが最高。納豆、卵。和食の方に行かんでもよかったね。まあ家でこんなことしたいな。お皿持ってって、お皿。お皿を持ってって。めっちゃ食べる。お皿持ってってって、もっと近く。めっちゃ食べる。はや、クーギン。目の前がタワーです、そろそろチェックアウトですよ皆さん。このマッサージ機めちゃめちゃ痛いけど気持ちよかった。外でもいいし、今は一番から乗ります。で多分こうくぐって、でピューっていって、あ、ここね、ここ水色ね、うん、でこう行って橋を渡ってすぐのとこにカフェがあるんですよ。また来ます。乗ったお船が出発したのか。あーすごい。うん。すごい。走ってきたの？あー来た来た来た。え、あそこからずっと？めっちゃ遠くなかった？さっき。カルビスね。7月あった。マジ一緒。銀も買うの？ね、俺の誕生日、俺の誕生日。待って、銀も？着せ替え向かっていい？着せ替え向かっていい？お願い。上下のやつとか。え、よかった？お別れの時間がやってまいりましたよ。